皆の皆様、こんにちは、しゅんです。手を振る過程で、椅子の腕掛けのところに肘をぶつけてしまいましたが、僕は元気です。はい。僕は以前、ポケモンの御三家には法則があるのではないかと、そう考えて、その法則を説明する動画をこうやって出したのですが、今回、新作のポケモンが発表されて、それに伴い、新しい御三家のポケモンも発表されたということで、僕の提唱した法則が果たして今回のポケモンたちにも当てはまっているのか、それとも覆されたのか、軽く検証していきたいと思います。よければ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。まずは水タイプの御三家から見ていきましょう。僕が以前言っていた水タイプの御三家の法則、それはそのポケモンのデザインに武器または兵器の要素があるのではないかというものです。今回新しく発表された水タイプの御三家がこちらのクワッスですね。はい。今回の新作ポケモン、スペインがモチーフの、地方が舞台になるのではないかと言われているんですが、このクワッスのスペイン州はえげつないですね。はい。もう画面越しにオリーブオイルとトマトの香りがするぐらいザ・スペインって感じがしますけど、はい。本来水タイプの御三家の兵器要素、もしくは武器要素は最終進化にならないとわからない場合が多いんですが、今回はこのクワッス単体を見てもこの武器要素、兵器要素が、ちょっと見え隠れしてるんじゃないかなと僕は感じました。クワッスのデザインのやはり一番大きな特徴がその頭の上に乗っている帽子のようなものですよね。真面目で綺麗好きなという説明文とこのクワッスの姿を見た時に僕は水兵さんを思い浮かべましたね。水兵ということで、進化するにつれて確実にこの武器モチーフ、兵器モチーフが如実に現れてくるのではないかと思います。進化した姿を見るまでは確定ではないにしろ、今のところは僕の提唱した法則通りのデザインになっているのではないかと思います。次は草御三家見ていきましょう。僕は前回言った草御三家の法則は、はい、こちら。古代生物または絶滅した生き物がモチーフになっているというものですね。今回、第9世代の草御三家はこちらのニャオハちゃんです。いやー、可愛らしいですね。僕は今のところこの3匹の中で選ぶとしたらもう 100% ニャオハちゃんです。クワッスもそうなのですが、ニャオハちゃん自身も今のところは古代生物、絶滅した生き物ではないとは思うんですけれども、進化系がかなり容易に想像できますよね。この素敵な笑顔の間から見え隠れするこの剣士が、進化するにつれて大きく長くなっていけば氷河期を代表する肉食獣であるサーベルタイガーのような姿になることが、容易に想像できるかと思います。さらに注目してほしいのがニャオハちゃんの体毛ですね。いわゆる我々がよく馴染んでいる家猫とは違って、ショートヘアではなく結構体毛が濃いというか、ふさふさでモフモフな感じなのがわかりますよね。体毛が長いということを考慮すると、氷河期のサーベルタイガーに進化するのではないかという信憑性は、まあ、今のところ非常に高いんじゃないかと思ってます。さあ最後に炎御三家見ていきましょう。炎御三家の法則は干支の、まあ、つまり十二支の動物の中のどれかが、モチーフになっているという説ですね。はい。そして、今回発表された炎御三家がこちらのホゲータです。
ワニですね。あれ？もしかしたら、炎御三家の法則なんてものは、存在しなかった。今回のホゲータで、こんなアホ面の奴に、僕のこの説が、ひっくり返された、可能性があります。可能性があります。ただ僕もね、ただじゃ引き下がれないっす。うん。悪あがきしてみます。苦しいですが、相当苦しいんですが、僕の言い訳を聞いてください。英語で、オスの競走馬のことは、スタリオン。メスの競走馬は、メアという風に呼んだりするじゃないですか。それと同じノリで、オスのワニは英語で、ブルという風に呼ばれているんです。ブル。そう。闘牛。すなわち、牛年ですね。もうこれは牛年です。牛年以外の何者でもないです。苦しい。苦しい。まあね。最終的に進化してどういう姿をしているかまだわからないので。まあ他のクワス、ニャオハもそうなんですけれども。僕の説が合ってるか間違ってるかと今の段階で検証するのはまだちょっと時期尚早だったのかもしれませんね。それでは、今回の動画は以上です。貴重なお時間ありがとうございました。次回はまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。この太平洋に免じてどうかチャンネル登録してください。よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。